なぜやっぱり東京都営業を作られた人物がいい手が対応していたり、カーソナイの卓球をチームとして作られたりとかですね、東高校とそれに当たりまして、今回願うためチームを揃えて応援するという非常に特徴的なチームだったんですけど、そしてあれですね、1回戦は今年は初めて期待したのに、そういったチームだったり、そういうスポーツのサポーターも実は笑いの練習をしてますけど、なんかね、世界に活躍したある選手が挑戦しましたので、この間リレーで銅メダルを抱えたことというか、そんな選手は出身ということで、今回はなかったですけど、私自身パブリックビューイングなどなど、そういうことをすごく聞いて盛り上げて、さっきちょっと、裏手一人で、自由に子供で応募し込んでました。カレンダーであったり、
全然写真撮れないです。本当に帰る日には全くでも。